正月ってなんだかんだみんな暇じゃないですか。だからそれを狙いまして、久しく、ね、連絡取ってなかった女性に明けおめ LINE 送って、そっからなんか正月デートにこぎつけたろうかなって思ったんですけども、なんかやめといてこの動画撮影しようと思ったやるみと申します。まあそうやってね、明けおめ LINE 送って正月デートにこぎつけた方は羨ましいなと思うんですけども、皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ナラメの YouTube 恒例の、まあ、勝手にやってるんですけども、ビレバンのね、福袋ならぬゴミ袋のね、使い道を一つずつ考えていこうかなと思います。ベイベー。はい、ということでね、毎年ね、まあ、やってるんですよ。なんかまあいつもね、なんかこう初笑い的な感じでね、まあどうせね、その使うことないやろうなと思うんですけども、初払い的に、やろうかなということで、やってます。去年ね、買った感じがちょっと画像で出しとくんで、まあ、こんな感じなんですよ。それで、まあ、生き残ったやつがね、虎の刻印のクッションでございます。あと、ね、虎柄のレジャーシートと、あと虎のなんか大きな顔を描いたお皿は生き残ってます。あとはまああれベしイましたベー。ね、あれしました。まあちょっと察してください。で、これは良かったですね。僕ここでね、その頭乾かすんですけども、ここに置いて、でこういう感じで僕は頭乾かしてるんですよ。これ棚にね、直接こう背中が当たらなくてね、これをクッション代わりにできるんで、背中の結構重宝してます、これは。だからまあ当たりやったんかな、去年。まあ、これを3600円で買ったみたいなもんですよ。 で、今年もね、これ3600円なんですよ。で、僕狙ってたんがね、今年、一応去年ね、年末に買おうかなっていろいろね、そのビレバンのホームページ見てて、その奮発してちょっと5500円のその紫の福袋の詰め込みすぎましたっていうキャッチコピーのやつね、よさげやったんで、これ買おうかなと思ったんですけどね、品切れやったんすよ。でも買わんとこかなと思ったんですけども、この赤の福袋のね、時にはノリだけでもいいんじゃないっていうキャッチコピーの福袋をね、持ってレジに 気づいたら並んでました。正月をバイブスだけで乗り切るつもりならこれしかない。友達と集まった時に一人盛り上がりできる。多分気合次第でって書いてますね。まあ友達がね、いないんでね、まあ集まることはないんですけども、まあ一人でね、ノリで盛り上がりますよ。はい、ということで、まあ開けます。なんか一応ね、まあ中身雰囲気サイトに書いてたんですけども、またそれ通りだけのものをやったらちょっと残念なんですけどもね。今年もやっぱポジティブに使い道を考えて、2023年年開けたいなと思います。はい、開きました。さあ、今年はどんなものが入ってるんですかね。ほんまに中身通りのものやったらねえ、ちょっと残念やな。一品目オープン。招き猫のクッションです。これはサイトで書いてたやつですね。もうこれ、はがきですね。これ、応募券、毎年やるんですよ。なんか、旅行とか当たる。食べ物とか、ね、日本旅行とか、当たるはがきなんですけども。去年のね、この虎のクッションよりサイズは増量してます。この世知辛い世の中にですよ。むっちゃいいじゃないですか。ね、値上げやら、ね、ちょっと内容量が少なくなったりとか、ちょっと世知辛いんですけど、今年のビレバンは増量してます。素晴らしいです。お、いいじゃないですか。あ、ええやん。 なんか縁起良さそうでいいじゃないですか。梅月富本人形園、昭和20年より福を招く招き猫を日本
六甲釜の一つである上皇焼きの製法で作っている窯元です。常滑系と呼ばれ、丸い大きな身と伊藤心の衣が特徴です。招き猫は愛知県常滑市の名産品として日本一の生産量を誇ります。ちゃんと後ろ、あ、後ろも招き猫のこの貯金箱の穴もプリントされてますね。可愛いじゃないですか。これは僕結構多分捨てないと思いますね。これは飾るか、ほんまにこれこうやってね背もたれで使ってるから、こ二重で、あ、ええやん、二重でいけるわこれ。二重で使って僕は頭乾かそうかなと思います。背もたれ代わりで使わせていただこうかなと思います。結構これがでかくて結構空洞ができました。二品目、あ、これもサイトで書いてたやつや。これなんかマイク、フリースタイルカラオケマイク、ワイヤレスでスマホ接続、外でも使える充電式スピーカーになりそう、音楽を流しながら歌える。でもな、俺ワンルームやし、なんか近所迷惑なりそうこれ。でも歌うの好きやからな。あ、なるほどね。おお、結構作りしっかりしてるやん。まあ開封したらね、こういう金色のマイクで、でここに差し込み口 USB やら何やらがありの、ここでねボリューム調整とか、あ、これなんか作りもしっかりしてるしいいじゃないですか。でちょっとここで使うのちょっとむずいかもしれないですけど、カラオケ行った時マイマイクで歌うっていうのもありじゃないですか。でボーリングはね、こうマイボールあるように、カラオケでもねマイマイク使うっていう時代が来るかもしれないですよ。じゃあ3品目、あれ1本、あ、なんか結構ちっちゃいやつが出てきそうです。3品目こちら、バズりたいってここに書いたお箸来ました。お箸ありがたいなマジで。え、これ当たりちゃう今年。僕お箸ね2本あるんですけど、もう結構ねちょっとハゲてきたんですよ。メッキがなんか剥がれてきて、だからいいじゃないですかこれ。しかもなんかね、この素材がちょっと木っぽい感じなんですよね。だからちょっとあんま出さないし、ええやん。バズりたいって書いてるね。人生一回はね皆さんバズりたいと思いませんか。なんでもいいけど、まあ、いいことでバズりたいですよね。使えるお箸3品目入ってました。これも言うことないですよね。普通に飯食うときに使います、お箸は。じゃあ4品目、あ、待って、これで最後かもしれないです。4品目こちら、なんかスポンジです。ほんまにスポンジやった。昔ながらの食器洗いスポンジネオ、辛い思い出も根こそぎきれいに。ごくごく一般的なスポンジが入ってました。まさかやな。ビレバンの福袋でスポンジが入っているとは。しかも日本製ですよこれ。ねえ、こういうのってなんかメイドインチャイナっていうのがありがちじゃないですか。日本製っすよねえ。まあ消耗品やから一人暮らしの僕にはすごくありがたい商品が入ってました。スポンジです。4品目、あ、もう泣いても、今年はちょっと商品量が少ないから。入ってました、すいません、入ってました。最後、多分これ最後、これサイトで見たやつや、何が出てくるかな、みんなでぶっちゃけトーク最高。あ、なるほどね、その友達が集まった時に何かやるみたいな。あー、なるほど。だからパズルみたいになってるんですよ。でこれを組み合わせたらこういう多分サイコロみたいなのになって、でビレバンのポップみたいな感じで、なんかそのサイコロのこのトーク内容、テーマトークが書いてるってやつですかね。ね、組み立ててみました。でトーク内容はね、一番とか、最近腹が立ったこととは、
まだ誰にも言ってないんだけど実は。でラップ調で自己紹介してください、自分の好きなとこ3つあげてください。最近びっくりした話はっていうトークですね。これやれってことですかこれまあどんな風にね遊べるかということをちょっと僕が再現しようかなと思います。ベイベー、なんかちょっと暇やからさ、ちょっとこれやっとかない？じゃあちょっと行くで、ね、なんかねいろいろこうトーク内容書いてるから、なんかそれでお前ジャン負けしたらねこれ言えよ。じゃ行くで。はい、何が出るかな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 、何が出るか、あ、これちょっと近所迷惑なんかちょっとやめとこう。はい、最近腹が立ったことは、にょろめお願いします。はい、ということで最近腹が立ったことなんですけども、あと僕、まあ、マッチングアプリをやらせていただいておりまして、で年末にですね、そのマッチした去年の年末にそのマッチした女性とまあやり取りしてたんですよ。で女性はね、そのメッセージの後にね、その黄色のハートの絵文字とか結構ねこう可愛い感じの絵文字つけてくれてて、これワンチャンあるんちゃうみたいな思ってまあやり取りしてたんですけども、でまあご飯食べに行こうかということになりまして、それで、ね、焼き鳥が食べたいって向こうが言ってきたんですよ。でまあ年末ですし、しかもねお昼に会うっていうことやったんで、これ予約しなまずいなということで、まあいろいろリサーチして、まあ、予約したんですよ。で予約したことはね向こう側には言わなかったんですよ。それはまあなんでかと言いますと、まあその年末のね、まあ、忙しい時にねこういっぱいお店並んでて、で僕らだけこうスムーズに入れるみたいな、そういうプチサプライズ、そのできる男をねこう演出するためにあえて言わなかったんですよ。うわ予約してくれてたんやありがとうみたいな、そういうのをね演出したくてあえて言わなかったんですよ。でまあその会う日が近づいてきまして、それで前日にですね、そのマッチングアプリあんまやったことない女性やったんですよ。でマッチングアプリに対しても結構警戒心があるような、子やったんで、まあ案の定その前日の夜に、まあ、電話したいということを言われまして、でまあ電話してその人となりを知っていくかどうか決める最終判断をしようっていう向こうの考えやったと思うんですけども、で、まあ、まあ電話はね普通に、まあ、楽しくできたかなと、思ったんですけども、でいろいろ、まあ、喋ってたら、まあ、結構バイリンガルな女性で、で過去にね外国人男性とね付き合ってたり、したこともあるということをまあ聞いたりと、あと最近デートとかしたんって聞いたら、で韓国人男性とね、最近なんか仲のいいずっとこう知り合いでおる子がおって、まあなんかデートみたいなことしたいよみたいなことを言われたんですよ。まあそれで、まあ、電話の前にねその写真とかも交換して、結構美人やったんで、まあモテはる方なんやなと思って、で自分からもね告白したことないみたいなこと言ってたんですけども、なんか結構ね高飛車な感じその間接的にその自分モテますよみたいなこと言ってきたんですけども、まあ美人やから、まあまあでしょうねみたいな感じで、まあ明日、まあ、とりあえず会ってみようかみたいな、まあ、僕は思ったんですけども、でまあ当日、まあ、会うっていうことで、それでまあ電話は終えて、それでまあありがとう、じゃあ明日ねお休みみたいな、じゃあ楽しみみたいな向こうも送ってくれたんで、まあこれは確実会えるやろうなと思ってたんですけども、次目覚めて、それでまあお昼に会うっていう11時、お昼1時に会うっていうことやったんで、で僕昼夜逆転してて、まあ、夜勤仕事とかしてるん で昼夜逆転してなかなか寝つけなかったんですよ。明日デートということもあり、それで目覚めたのが12時やったんですよ1時にねお店に集合やったんですけども、でわーやばいな、でもこれ、まあ、急いで準備したら全然間に合うなみたいな、まあ、お店結構近かったんで、まあ、間に合うなと思ったんですけども、目覚めて LINE パッと開きますと、その子の LINE 開きますと、なんか朝10時にあのこの返信なかったらいかんなごめんみたいな送られてきたんですよ。それで11時にやっぱいかんごめんみたいなそれでブロックされたんですよ。こんなことある？ちょっと腹立ちましたよほんまに。もうちょっと待ってくれてもええやんみたいな、
1時間10時に送って、で11時にやっぱいかんごめんブロックって見切り早ないですか。まあもともとなんか韓国人のその男性おったんやからそういうことができたのかもしれないですけども、予約もしたのに最悪やなと思って、でまあ虚しくね予約のキャンセルの電話をしたということがありました。まあいろいろね、まあ男女お互いいろんな人いますよね、マッチングアプリって。まあいろいろ勉強にもなったし、ちょっと腹立ったしみたいな話でした。はい、ということでね、ビレバン今年2023年、福袋ちょっと紹介させていただきますとね、まとめて、石田美優がねこの招き猫のクッションと、で石田美優がこのフリースタイルカラオケマイクと、このバズりたいっていうプリントされたお箸、あーなんかピンボケしてる、お箸と、食器洗いスポンジ日本製と、あとこのトークテーマが書いたビレ版のポップ風のサイコロです。 1,2,3,4,5 品、今年は5品入ってました。まあ去年に比べたら当たりやと思いますね。あんまりこうネガティブ要素がなかったんで良かったと思います。今年も、じゃあ今年は来年も買いたいなと思いました。はい、ということでね、以上、ビレバンの福袋ポジティブに使い道を考える、動画でございました。本年もよろしくお願いします。バイビー。